売3日前だけどさ、私重大な問題に気づいちゃったんだよ。何かな。時を止めた館の中にいるんだから、私たちの時間も進んでないはずじゃ。その流れは昨日やったよ。冗談冗談、それよりももっと重大なことだよ。なんか聞くのが怖い気がする。サブタイトルにあるじゃん、時を止めた館って。うん、そうだね。それがどうしたの？この文字面だとなんかさ、時間停止物と勘違いされそうじゃない？時間停止物？知ってる？世の中に流通してる映像作品の9割がやらせって噂の。そういうのもあるってことは知ってるけど、絶対そういうのと間違う人がいると思うんだよな。それならここで注意喚起しちゃえばいいんじゃ。なるほど、確かに。当作品は時間停止ものではございません。動きを止めた女の子にあんなことやこんなことをしたりはしません。そもそも私たちが止まっちゃうわけじゃないしね。まあ普通にあんなことやこんなことはするんだけど。かなこちゃん、そういうのを堂々と言うのは。いや、一応注意喚起しとこうと思って。それは言わなくても、その多分みんなわかってるから大丈夫。どんなことしちゃうのかを。うん、ちなみにリンもわかってる感じかな。それはまあどんなことするかはお楽しみってことで。それじゃあ今回はこの辺で。また次回です。はい。